さてと、じゃあ、ネイサンルート、行きましょうか。ここが分岐なんだね。ああいう感じで出るんですかね。まあでも選択肢っぽい選択肢もそれまでなかったからな。まあ、抜き足しは死に壁だったからな。貴様らのような短期に手足の生えたような変態懲役どもは常に怒りをコントロールしなくてはならない。おお、短期か。自分ばっかり損をしている、自分ばっかり不幸である、そんな風には考えていないか？なんで俺ばっかりってやつか。だがな、わかるか、貴様ら。人間は助け合って生きているものなんだ。ほう。人という字がどう見えるか、プリズンでテストを行ったところ、8割近くがお尻の割れ目と回答した。だが、実はこれは人と人とが支え合ってる様子なんだ。シリカ、まあ確かに。自分ばかりが誰かの尻を拭ってやっていると思うと、不公平さに大腸が煮えくり返るというものだ。だが、たとえ気がつかずとも、自分も誰かにケツを拭いてもらってるんだ。人は誰しも助け合う。互いのケツを拭き合っている。ケツウロボロスだ。そう思えば怒りも。ウロボロス、ん？0720番、集中力が欠けているぞ。話を聞いてたか？お、言えたな。よろしい。改めて書くが、人という字はこのように人と人とが互いにケツを吹き合う様子から。なんだこの字、なんか変だな。まあいいか。今後不平を感じたときはこの言葉を思い出せ。ケツを吹くとき、ケツもまたこちらを吹いているのだ。品のない言い回しだが、貴様らには馴染むだろう。深淵じゃないですか。カウボーイビバップな。こいつら。なんだよ、てめえ、その態度は。何メンチ切ってくれてんだよ、ハゲ頭。ビビってるくせに舐め腐ってんじゃねえぞ。チンピラだな。何をしているんだ、貴様らは。まだ授業をしているところでしょうが。怒りを抑えろって話してる真っ最中に、貴様らは。すみません、つい。おい、今の音、何の騒ぎだ。シコ連呼監視長。今、仲裁しているところなんですよ。喧嘩をしていたので。声が大きい。すみません、自分叱ってる最中に声量をコントロールできないんですよ。頭に響くから声量を落としてくれ。わかりました。どうですか、シコレンコ監視長。すげえな。君、場所譲ってくれるの？サンキュー。なんだこいつ。おっと、当たっちまったか。悪いな、最近ヨガにハマってたよ。何なんだ、何が原因でこうなってんだ。だ
から何度も言ってるけど、一度出された食事は帰らないんだよ。それでも食べたくないっていうなら構わないけどね。ゴミ。また何しでかしたんですか、お前。うん。何、私らの目の前を当然の顔して歩いてんのよ、全裸男の分際で。おい、大丈夫か、ミナト。クマさん。お前たちよくも俺たちの炭鉱仲間に手出してくれたじゃないか。おい。何しゃしゃり出てきてんだよ、低級労働者風情が。てめえらはネズミみてえに地下で石ころ掘ってりゃいいんだよ。なんだこらてめえ、ネズミ博士か。ああ、一触即発だな。まあ、喧嘩はよしやしょうや。ここは一つ、男、小沢の顔を立てて穏便に。ね。ああ。小沢は、なんだかんだでやっぱ顔知れてるから。怪我ねえか、ミナト。ムカつく連中だな。こんなガキンチョに寄ってたかってよ。監視どもも何やってんだか。クマさん。そうだ、今度の教会に行かねえか。あそこなら美人のシスターがどんな懲役の話も聞いてくれるらしい。あ、そうか。ありがたいけど、まあ、うん。これは原因が、お前さんがエロデューサーに預けていたエネマグラ、回収して捨てちまったが問題なかったかい？あのまま持ってても危なかったんでね、すまないが。まあ確かに。え、それが原因？うん。噂なら聞いてるよ。俺の耳には終始話し声が聞こえてくるんだ。どこかの監修が囚人と寝たとか、どこぞの懲役がこっそり AV を持ち込むのに成功したと。大半は根も葉もないものばかりだ。虐待のないものも多い。だからこいつもその類だと思っていたが。うん。お前さんが片江組の組長さんを襲って自分の女にしちまったって話だ。どっからそんな。そう、できるはずがない。だが実際組長さんは随分塞ぎ込んでるらしい。荒れてるそうだよ。なんで？一回見に行かないと。あー、ってことはあれか、大家さん側の人間ってことなのか、イチャモンつけてくんの。そしてもう一つ、全裸マンならやるかもしれないってことだ。相手は普通のヤクザじゃない。九州一帯を支配する大山だ。頭が確かだったら誰が手を出す？俺ならポケットの中に大切にしまい込んで二度と出さないだ。だが、お前さんならやりかねない。いや、やってのけるかもしれない。あの旗への組長が相手であったとしても。お前さんがここの囚人を見ているように、囚人たちもお前さんを見ているんだ。これまでやってきたことをね。ずいぶん無茶したからね。本人が望まなくとも、お前さんはそういうふうに見られてる。そういう評価を受ける働きをこれまでしてきた。うん、そういうことだ。うん。ヤクザにとっちゃメンツっていうのは命より重いらしい。その大家分が全裸のガキに好き勝手された。どうも報復だ。その程度で済めばいい。連中は顔役だ。監修にだって融通は効く。
寝込みに石の入ったストッキングで殴られてみろ。そりゃもう痛い。シャレになんねえだろう。はるか昔にね、そんな風に、つまりお前さんの顔が紫色に腫れ上がる姿を俺は見たくない。釘谷さんもいろいろあったんだろうな。長くいるっぽいし。うん、どうする？直接行くしかねえよな。いやー、まず通してくれなさそうだな。でもそんなことできるはずねえだろうが。あ？だよな。今姉さんはお取り込み中なんだよ。そうでなくても股間見せびらかして大喜びしてるクソガキなんぞに割く時間はねえんだわ。なんだよ、結局逃げんのか。この程度でケツ割るやつがよう来られたな。したら四つに割ったろうか。くぅ。八つに割ったら。よしな、お前ら下がりな。おばちゃん、てめえ何様のつもりだ。おいこれよ、あんたはいつもいつもブワーってきて何なんだい。くだらない用事でうちの姉さんうわわずらわすんじゃないよ。梅津って言うんだ。万有ですな。なまじ一度成功してしまったせいで君は少々思い違いをしているようです。うん、我々はご苦労。親父のためなら何も恐れず、いかなる手を使うことも厭わない人間の集まりです。監視が来るまで一歩、それだけあれば十分です。後始末をして互いの労をねぎらい合い、縮小パーティーをしても20秒は余るでしょう。敵だな。だから言ったんだよ、今回はマジでやべえからおとなしくしとけって。なんとか説明しといてやっからさ。つってもどっから言ったもんか。俺がここにいるのはな、舐めた口叩いたやつの睾丸を素手で握りつぶしたからなんだぞ。こら、二つ名は玉粉砕機、人呼んで悪魔スパイザー。てめえのここ潰してやってもいいんだぜ。何？あ、やめろ。俺はそんなことしてねえ。手こきなんてしょうもねえわね。なるほど、そういうことか。こいつ爪楊枝ビャンして黙らせて。恋のビルビルドスケベザーメン噴水みたいとは下品なやからだ。抑えられてねえな。丸つぶれやな。てめえは。こちらからこピンポミルクビュッフェしてドアクメ射精してしまうとの声を聞いたが。ピンポミルクアクメ射精。はて。こちらは何もありませんでしたが。またてめえか。小沢が来るとろくなことが起こらないね。申し訳ねえことです、姉さん。ああ、どうした？なんかピリピリした感じだけど。何しに来た、ボン。
19班の構成プログラムは凍結された。もう私に用はねえはずだが。うん、これだけの騒ぎを起こしてきたんだ、よっぽどの用事があったんだろ。うん、それで やっぱりてめえはボンだね。私たちにとっては噂が流れた時点で、いやてめえならやれるかもしれないと思われた時点で大問題なんだよ。てめえと私じゃ勘目が違う。どこぞの三下に言わされた組長にどこの極道がついてくる。これはヤクザのメンツの問題だ。話し合いなんぞで解決する問題じゃねえ。その上うちの門に無実の罪をなすりつけやがったんだ。その責任をどう取る。え？片木に手出して何になる。相手をするだけ格が下がるだけだ。諦めろ、とっととうせな。てめえ組長が優しくしてりゃ何言ってけつかんだ。だったらその件か。この旗井組高橋と原田則明が勝ってやろうじゃねえか。ああ、かっこいいな。やんのか、やんねえのか。賢明じゃねえかこら。私ら全員と食うわって対魔戦だよ俺。とっととかかってこいやチンピラがよ。どういう立場だ俺。あまらんかい。ボン、てめえは自分が何を言ってるか分かってんのかい。そんなガキのザレ言誰が聞く。何かを手に入れたいのなら相応の筋を通してみせろ。それがこの世の断りだ。あたしらはヤクザだよ。話し合いで決着がつかないのなら血を流すしかねえのさ。まあそうとも限らねえか。賭博やカードで決着をつけることもあったと聞く。札だよ、花札、手本引き、サイコロ。ハタエは盆中で育った組だからね。うん、いいのかい。賭けとあっちゃこのハタエ対か。小賊相手でも手加減ってものを知らねえぞ。分かった、持ってやろう。けどねえぞ。黙ってろ。勝負は明日の免業日昼食後からだ。それまでに準備をしておく。姉さん、お疲れ様です。例の件について少しばかり調べてきました。お、ご苦労だったな。で、どうだった。噂に関しては一般の囚人にも比較的早く知れ渡っているようです。まるで誰かが意図的にルフしているかのごとく。小賢しいね。そんなことで旗井組がうわー弱るとでも思ってんのかい。どこぞのチンピラが意図的に流しているか、あるいは本人が自分で流してるってことも考えられるわけだ。だから絶対間違いなんすよ。あの周一郎が姉さんの悪い噂流すはずが。ああ、あいつがどことの看板グワッと持ってねえって保証がどこにあんだい。え、半グレのガキなんだ、ブワッて見てきただろうに。そりゃそうすけど。いきなり手こぎって叫んだあの起点、バツアキのやる行動じゃねえ。少なくともまともな仇の胆力じゃねえぞ。しかしもしどこにも属さない仇だったとすれば、
強力な味方になる可能性もありますな。そういうことだ。バカなだけじゃ極道はやっていけない。せいだか合わせ飲む器量があって初めてこの都政を渡り歩ける。果たしてそいつが理解できるかどうか。鬼が出るか蛇が出るかかけてみるのも悪くはねえな。あのボンに。何が大変